小さなバケツに入れ替え、ここからは足場が組まれて一層狭くなった細い通路の隙間を縫って一体一体人の手で運び込まなければならないのです。そんな時間と手間がかかる作業を何度も何度も繰り返した末、なんとか新しい立ち上がりの基礎が出来上がりました。思っていたほど雨水の影響を受けず腐食を免れていた床下、念には念を入れて万全な湿気対策を施すため床一面を防湿シートで覆い、さらにその上にコンクリートをかぶせます。今回はコンクリートの量が多いので北側の駐車場を借りてポンプ車を配備、床下の補強と湿気防止を兼ねた防湿コンクリートを一気に流し込みます。水はけの悪い土地にもかかわらず、家族の涙ぐましい努力の結果、腐ることなく、思いのほか状態よく保たれていた。